移動スライダー、パルセロレディスのね、まあ、もう対談が決まりましたけども、うん、大宮、斉藤、坂本のね、インタビューを聞いてきましたので、うん、まあ、そちらをご覧くださいと。はい、どうぞ。いやー、まあ本当に感謝の気持ちでいっぱいで、なんかそれしかないですね。そうですね、本当に周りの人にはよくしていただいて、なんか本当にこう長野の温かさというか、そういうのを実感してますし、やっぱりこう出てから周りも本当になんか寂しくなっちゃうねって言われるんですけど、まあ、それでも次で頑張ってねっていう風なこう後押しというか背中を押してくれる言葉をかけてくれるので、本当に心から長野を来てよかったなと思いますし、その人たちと出会えてよかったなと思います。いや、もう本当に人があったかいなっていうのがすごく感じますね。まあ、どこ行ってもこう気にかけてもらってますし、やっぱりこうパルセロとエンブレムを背負ってると、まあ、その皆さんの期待を感じますし、まあ、そのまあサッカー教室とかそういう広報活動とかでこう皆さんと少し接する機会があった時でも、このパルセロのエンブレムを見ただけであっていう風な顔つきが変わったりとか、なんか応援してるよとか、本当に一言なんですけど、その一言がすごく私自身は嬉しくて、まあそういう皆さんに何かこう勇気や元気を与えられたらなと思って、そういう力は湧いてきますね。信州スポーツ一刀両断をご覧の皆さん、本当に4年間ありがとうございました。皆さんの声援を背に戦えたことは本当に私の大きな財産です。これからはこの経験を生かして頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。寂しいなね、はい、いや、もうリリース出た時から、出る前からもう全然実感が湧かなさすぎて、まだ本当に離れる、長野を離れるのかっていう実感は全然ないです。なんかまだ皇后杯も残ってる し、本当に普通に練習も今まで通りあるんで、自分の中の気持ちがまだなんていうか、移籍するっていうか退団するっていう方向に切り替わってないですかね。本当に長野って思い浮かぶのが、もう本当に人との出会いで、もう長野の人が本当にいい人すぎて、なんか一生付き合える家族みたいな人と出会えたっていうのがすごい大きくて、だからこの決断をする時も本当になんか自分のサッカーのことっていうよりも、なんかこの人たち離れるの寂しいなってすごい思って、まあ、去年とかも踏みとどまった部分もあったし、なんかここで出会った人たちがいい人すぎて、なんかその人と過ごせた長野での生活っていうのがもう全部思い出で、でもちろんパルセールに入ってこんなに素晴らしいスタジアムで日本一のサポーターの皆さんに背中を押されて、で本当に毎年毎年シーズン初めの新体制発表会の時の先陣の谷で、もう本当に身震いするっていうかぐらい、すごいなんていうんですかね、もうすごいキラキラしてて、こういうのって別に当たり前じゃなくて、長野だからこそしてもらえてたことなんだなって思う、すごい思って。まあ去年もね、もうや次やめようかみたいな話をしてましたけど、はい、まあ、1年やってみて、まあ、そうそう、もう率直に本当にこの1年やってきてよかったなってすごい思って、やっぱ試合に
出る時の歓声だったり、なんかレオナーって呼んでくれたりっていう人がすごい多くて、本当に応援してくれて支えられてたんだなってすごい思って、本当にこの1年はやってきてよかったな、やることに決めてよかったなって思いました。信州スポーツ一刀両断をご覧の皆様、3年半という長い間本当にサポートありがとうございました。これで私は長野を離れてまた新しい道に挑戦していきますが、まだ長野パルセイロはどんどん続いていきますので、これから先も本当に応援よろしくお願いいたします。私も長野に戻ってきたら、遊びに来たらまたユースタジアムで皆さんとお会いできることを楽しみにしてます。ありがとうございました。まあ、特に心境というか変わってないというか実感が湧いてないです。まだ多分長野離れてからじゃないと多分湧かないのかなっていうのは自分で思って、今年の開幕戦とかは特になんか印象に残ってるなって思いますね。なんて言うんだろう、なんかみんなで本当に1点ビハインドからの途中で追いついて最後夢が入ってきて逆転っていう形で、もう本当に千葉合宿からあまりなかなかうまくいってない部分もあったりして、大丈夫かなっていうところからの、まあ、今シーズンのスタートだったんで、そういう意味ではやっぱりチームが本当に団結してみんなでサブも含めて残った人たちも含めて全員で本当に戦えてたなっていう一生だったので、なんかすごい心に残ってます。いやもう長野、自分は長野が本当に大好きで、お風呂に行けばパン持ってきたよとか、本当にこの間の試合お疲れ様とか言ってもらったり、本当に会社行けばお母さんのように本当によくしてくれる方とか、また車壊れたって言ってもすぐ飛んできて直してくれたりとか、もう本当になんて言うんだろう、感謝しかない日々で、本当に4年間充実していたなっていう、本当にありがとうございますっていう気持ちがいっぱいです。信州スポーツ一刀両断をご覧の皆様、今シーズンも、熱い応援ありがとうございました。これから長野を離れますが、まだまだパルセイロは、皆さんと一緒に全力で戦っていくので、ぜひこれからもパルセイロに熱い応援よろしくお願いします。そして、自分は一選手としてまたこれから一生懸命皆さんの目に届くように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。4年間どうもありがとうございました。はい、来ました。私が